山崎ボールが通ります。この人もスリーポイントは高確率、下を通したエバンス、バスケットカウント。エバンス選手さすがですね。ここですね、ショットをいい形で打たせたくない、まあ、その部分でスイッチしていったんですが、次のスリーポイント、オフェンスリバウンド、エバンス、再び山崎のスリーポイント、きた K の連携で得点をものにしました。エバンス、メイヨのスリーポイントは高確率。エバンス、先ほどはパスを選択したがニック・ケイに対して仕掛けていった。いいですね、エバンス選手ポイントものにしました。前半は15分広島がリードをしていました。久しぶりに逆転した島根、そこに対してバスケットカウント、エバンス素晴らしいスピンムーブで、やはり苦しい時間帯救うのはエバンス選手、広島のエースですね。エバンス対津山、エバンス、エバンスのアタック、ここは先ほどのお返し、ショットクロックがなくなってくる。エバンス、エバンス、いやー、エバンス選手ねじ込みましたね。今3枚オープンのスリーポイントを落としていますから、ディフェンスでこらえたいところですね。エバンス、いやー、エバンス選手、1分を切りました。エバンスのジャンプ決まりました。いやー、ねじ込みましたね。ステップバックからのビッグショットですね。ここも津山選手はもうディフェンスとして